はいえー、次はね、体のエイダについての、まあ、クレームですね。これ質問というよりも。あの、言葉としてそのまま言えば、あの、お前みたいなやつがエイダの評判を落としてんだよって書いてましたね。えっ、ー、と、これはインスタグラムに、えー、ついてたコメントらしいんですけども、いや、お前みたいなやつがエイダの評判を落としてるって言ってね。いや、私のようにね、小さい存在にエイダの評判をどうこうする、そんな力はないですから大丈夫ですよ。まあ、課題評価しすぎですよ。 だからあなたはそのこのねクレームを書いた方は私の力がそんなにたくさんあると思わなくていいですよ。私なんてちっちゃい存在ですから。あの逆に言うとね私みたいな存在に左右されるエイダってどんな価値持ってるんですかって話です逆に。いやだからね私みたいな存在がエイダの評判を落とすみたいな評価をしてるあなたの方がエイダの価値を見誤ってるんじゃないですか。あの泉忠さんでもねエイダの評価を落とすには至らなかったんですよ。 <laughs> 泉正さんがプロモーションしたからといってエイダがもうダメになったって聞いたことありますいやエイダ順調に値段上げてるじゃないですかだからねどんな人がね立ち向かおうとね体のエイダの力には及ばないですよ、うん、だから体のエイダの評判は,私ご,とちはあ私ごときでは落とせませんので安心してください大丈夫ですじゃあ